オーナー君、ちょっとね、考え事かな。あ、何よその顔。私でもそういうことくらいあるんだから。ちょっとだけ聞いてくれるかな。大丈夫、今日は酔ってないからね。だから少しだけ。ここ本当にいい島ね。すっかり気に入っちゃった。景色もいいし、ご飯も美味しいし、可愛い女の子もいっぱいだし。それにオーナー君もいるし。オーナー君はさ、この島やお仕事やみんなのこと好き？迷いなしね。うん、よかった。その一言が聞きたかったの。私はさ、前にいたところでそれがよくわからなくなっちゃって。だから自分がもう一度そういう気持ちになれるのか確かめに来たの。うん、ここに来てよかったし、あなたに会えてよかった。ねえオーナー君、私のこと好き？ありがとう。私はオーナー君のこと まだ言わない。わがまま言って、からかって、困らせて、怒らせて、呆れられて。ドキドキ甘えて。もう少しだけ、このままがいいな。だから、まだ言わない。ね。じゃあこれからもよろしくね、オーナー君。